はい、皆さんこんにちは、竹千代です。今日も手帳タイムをしていきたいと思います。ちょっとね、昨日のね、起床のままなんですよ。もう朝、昨日からね、ちょっと早朝に YouTube を撮ってるんで、もう机の上そのままでいいかと思って、机の上ね、そのままでちょっと寝たんですけれども、昨日は結構ミニ録のね、システム手帳どうしようかっていうことで、今一応なんかリフィルをライフオーガナイザーに入れてたんですけど、ぶっちゃけ今さ、バイブルサイズ結構メインに使っちゃってるんで、あんまりなんかミニ録に機能持たせなくてもいいなっていうことで、昨日はね、まず、オーセンを出し、あとね、いつものね、前まで使っていた、このアービン2を出し、ブレイリーをかける長沢の、このフラップを出しってやってたんですね。でこっちとこっちが、ま、19ミリ、20ミリで、こっちが13で、結局最後に、まあ、インスタグラム見ていただいた方はわかると思うんですけれども、たどり着いたのはこちらですね。こちらがアシュフォード×趣味分のチェストっていう、このね、端この四隅にこういった金具がついてるんですよ。なんか昔のタンスとかこういうのあったじゃん。なんかそういうね、システム手帳で、リングの方もね、かなりもうマットな感じのものになってた。るんですけれども、これはまあ今もうないと思います。2019年とかそのぐらいのやつだと思うので今ないんですけれども、見てわかるとき光沢やばくね。これね、あれなんですよ、ルガードの革を使ってるので、光沢もやばければこの虎もやばいっていうね。虎ってなんか生前その動物が生きてた時のシワみたいなのを虎って言うんですけれども、この虎もね、半端ないぐらいに出ています。で、昨日、まあ、もともとね、こんなテッカテカだったんですけど、まあ、持ち歩いてたから余計そのさらにね、テカテカにはなってるんですけど、昨日またこのね、ブリオで、ピカピカに磨いてあげたら、さらにね、綺麗になりました。で、これはね、多分13ミリだと思います。こんな感じですね。なんで今日はちょっとこちらのね、中身を何入れるかっていうのを決めていきたいなと思っております。そう、万年筆とかもさ、なんかどれ使うみたいな感じでいろいろね、スタメンをちょっとなんかいろいろ入れ替えてて、まあ一応今よく使うものってなると、このプラチナのね、センチュリーラミーのアイオン、これがパイロットのカスタム743のフォルカンのペン先ですね。これがスーベレンで、これがピナイダーで、あとこのキャップレスになりますね。よく使うもののこの1,2,3,4,5,6,6本だとね。いや、特にね、このピナイダーのね、こちらですね。ピナイダーのアバター。ウルトラレジン UR ってやつですね。それはね、めちゃくちゃ書きやすいです。ペン先がスチールペン先で、かつ大型のペン先で、ここ見て、こう、マグネットになってて、なんか回転式でもなく、グーって押し込むでもなく、スーってつくようなものになっております。で、ペン先とかもね、こうなんかいろいろね、模様みたいなの入ってて、めちゃくちゃかっこいいのと、あと、ほんと、ただただ書きやすいですね。もうこうなると。私、スチールペン先で2万以上出したの、多分このピナイダーのこれが初めてなんですけれども、やっぱちげえなって思いました。出た時にね、ピナイダー、丸善で取り扱い始めましたっていう時に行って、でそれで一目惚れして買ったのがこの色ですね。その時ね、ツイステッドワンダーランドっていうゲームあるんだけど、作品があるんですけど、その中のね、私フロイドとジェイドっていうなんかリーチ兄弟がめちゃくちゃ好きだったんですよ。その色っぽいなっていうことで買ったものになっております。結構オタク目的で買ったやつ。ということでね、ちょっとやっていこうかな。あ、そうそう、昨日もこっちのね、このオーセンティックの方もね、ケアしてあげたんで、めちゃくちゃしっとりになりました。やっぱケアすると全然違うね、変わって。さてと、じゃあ何を入れていこうかな。よいしょ。あ、ちなみに今ね、ここにある万年筆たちはですね、洗浄しなきゃいけないやつです。昨日ね、いろいろインク入れて遊んでたんで、ちょっとね、
遊びが終わったら占領しなきゃあかんと。どうしよっかな。いや、ぶっちゃけね、バイブルサイズと、あとフランクリン・プランナーのコンパクトサイズ2冊使いで全然こと足りるんですけど、何度も言ってるように、4月になるとね、メモリストのレイヤーリフィルが使えるようになるんですよ。それがね、使いたいがためにミニ力をね、使いたいっていう。これと、まあ、カレンダーリフィル。これはノックスのカレンダーリフィルですね。これもいると。あ、ちなみにこっちのプロテクターは一応アッシュフォードのやつでシール貼りまくってるんで、ちょっと原型が分かってない、分からないけど。よいしょ。で、アッシュフォードのね、プロテクターはね、あれ、1枚入りなんですよ。他のメーカーは、この表と裏のこのね、最後のページに挟むように2枚ついてるんですけど、アッシュフォードのは1枚だけですね。まあ、本来のね、こちらのなんかプロテクターの役割を考えれば、表だけで事足りるんですけれども、まあ、欲を言えばね、こっちも欲しいよね。よし。あー、メモリストのリフィルも入れたいね。普通にメモ的なやつで入れたいね。あとはこのアッシュフォードのね、ファイルケース、これも一番最後に入れとくか。まあ、13mm なんでね、そんなね、めちゃくちゃ入るわけではないので、あ、読んだ本のまとめとかは入れとくか。一応この中にね、2月あたりからやってんのかな、読んだ本とかをここにまとめてるので、一応これはね挟んでおくか。メモリストのリフィルは単純にね、書きやすいっていうのと、みんなこうしてねデザインが入ってるので、私はねすごい好きなんですよね。あとリングに対する適正枚数ね、よいしょ。まあ、これ多分13ミリなんで、適正枚数っていうと100枚ですね。まあそれ以上普通に入るけどね。それこそライトペーパー系のリフィルを使えば全然余裕で入るので、もしなんかリング系小さいけれどもめちゃくちゃリフィル入れたいっていう人は、そのトモエリバーとかね、そういうライトペーパーを、販売しているメーカーさんのリフィルを買うと良いと思います。なんか趣味分のね、何月号か忘れちゃったけど、それでもね、紙の厚さの特集があったんだよね、リフィルの。あ、趣味分、システム手帳スタイルかな、ちょっとどっちか忘れてしまったが、でも随分昔の号だったと思います。わ、なんか後から挟みたやつ出てくるな。これがマックスのね、質問のやつですね。で、これが国内旅行の持ち物リスト。まあ、これぶっちゃけそんなに必要ないね、しかも切れてるしね。で、これは、ああ、なんかこれもほぼ日のやつですね。これは、暦のやつです。暦じゃないや。和暦、西暦、大正表。大化の改新の時代からありますね。もう別にそんなね、昔のね、やつを西暦に直そうとか、そんな、絶対にいらんけど。絶対にいらんけど、まあ一応挟んどくか。あ、これも切れてる。あ、そっか、でかいのか、ちょっとだけ。多分ね、このチェストの方もね、リフィルギリサイズなのかな。これ、アッシュフォードかける趣味分のやつなんで、そのね、趣味分かけるのコラボのやつは、ね、大体この、リフィルギリギリサイズっていうのが、ほんと多いですね。なんで見て、もう、ほぼほぼちょっと飛び出しつつあるみたいな。じゃ、これ、ほんとにね、すごくない？めちゃくちゃ綺麗よね。ルガードのね、革ってほんとテカテカになるんですよ。これもね、ルガードの M5 なんですけれども、これ前、M5で、何？いいやつ買った最初ですね。最初はディープ買ったんですけれども、次がこれかな。で、これもね、ルガードの革だったと思うんですけれども、これも若干黒だから虎分かりづらいけど、肉眼だとね、分かります。で、これはレザーケアとか一回もせずに、ただ尻ポッケに入れただけでテカテカになったやつです。で、ルガードはね、あれなのよ、もうアッシュフォードの方では生産が終了してるんですけれども、今、ベルトタイプのやつはもうさすがに売り切れて、もうネット上っていうかオンラインストア上にはなくなってるんですけど、
確かね、ルガードのノードタイプはまだあったと思うんで、あれいいよね。なんか今となってはさ、昔はこういうなんかノートタイプってあんまりなんていうの使ってなくって、ほんとここ最近なんですよ、ノートタイプに目覚めたのって。それまではベルトとかスナップとか絶対やってたんですけれども、絶対あるモデルを買ってたんですけれども、最近ノートタイプがめちゃくちゃ好きで、ルガード確かあったような気がするんだよな。あ、なかったっけ？ちょっと待って、なかったらごめんね。プレスコットのノートタイプと勘違いしてるかもしれない。とりあえず見てみて。とりあえずそのプレスコットにせよ、ルガードにせよ、もうね、アシュフォードでは生産が終わってるものなので、ぜひぜひね、あ、そういうのもあったんだっていう方は、それ見てみてほしいね。うん、なんかプレスコットだったような気がする。ルガードはもうないか、さすがに。生産終了ですっていうアナウンスが入って結構な年数が経つからね。よいしょ。で、レイヤーリフィルよ。レイヤーリフィルは前に持ってくるか。これレイヤーリフィル入れたらもうパンパンになるんじゃねえか。えい。それレイヤーリフィルが何かっていうとこれですね。これもまあ動画にしたと思うから、それを見ていただければわかると思うのですが、これも今年メモリストが発売した新しい最新のリフィルになっておりまして、ただこれはね、今までメモリストのやつってマンスリーにせよウィークリーにせよ日付が入ってないタイプが主だったんですけれども、これはね日付入りのタイプになっていて、かつねめちゃくちゃ面白いんですよ。やっぱりなんかこういうね月のさ満ち欠け表とかがついてたりとか、あとなんかピンクムーンとかフラワームーンとかそういうね月の記念日みたいなもの書いてあるし、でレイヤーリフィル開けるとよいしょ、でこんな感じでね、まあ見開きは何の変哲もない感じに見えるんですけれども、実はねここがねウィークリーになってるという、面白くないですかこのなんかサイズ感。ちょっとこうすると結構四角っぽくなるっていうさ、こういう感じでウィークリーが進んでって、でかつなんか毎週毎週ね言葉が書かれていて、で万年筆の方もその動画の時に支出したんですけれども、そこまでね今こうやって抜けてるのはプレイカラードットですね。他のものはそんなに抜けてなかったと思います。こんな感じでやって、で月の最後にこういうねどでかいねメモ欄があると。で毎月毎月このね5月6月とか色っていうかデザインがね全部違っていて、その月のカラーごとのなんていうのデザインも楽しめるっていうものになっております。私はとりあえずこれ6月まで入ってるのか、そうですね、6月 4,5,6 まで入れてありますね。で今段階でこのレイヤーリフィルプラスメモリフィルとか、あとなんかオプションみたいなのを入れると 13mm のリングこのぐらいになります。まああんまりね無理させない方がいいとは思うんだけれども、あとなんか何入れようかな、あーそうね、デイトゥーラブリフィルとかも入れたいね、どうせだったら。じゃあデイトゥーラブリフィル入れるとしてどうしようかな、デイトゥーラブリフィルも入れとくか。なんかあんまりねなんかミニロクの方はそんな毎日記入するものっていうのはそこまで入れたくなくてですね、まあデイトゥーラブリフィルもたまに書くぐらいがね、書くぐらいでいい感じのリフィルになっているので、じゃあこれもまあ3月8日のやつもいらねえか、これもいい、ちょっと他に閉じといて、なんで多分ミニロクがねそんなになんか動画内で登場してくることっていうのはそこまでないと思います。でどうする、ストレッチペンホルダー、本当はルガードのやつの方がいいけどな、あーでもそうだな、なんかこのアシュフォードのねストレッチペンホルダーの方がルガードのペンホルダーよりも多分太軸が入るようなものになってるので、よいしょ、これも一応刺しとく、
まあ、入れる万年筆そこまでないけど、まあこう、でもこうなってくると、まあ、ルガードルガードで本当合わせたいですね。ルガードの黒とかで。黒、もしくは、ワインレッド系のやつでもいいと思うんですけれども、まあ、これでチェストにして、まあ、入れる様子見るか。とりあえず、本当ね、今ね、マジで、そこまでね、ミニ6の必要性がそんなにないので、いや今日もさ、なんかなかなかに寒いんだけど、今5時半ぐらいが、5時40分、45分ぐらいかな、日の出は。なんでもうそろそろ明るくなってくるはずですね。昨日なんか結構雨降ってたから、路面めちゃくちゃ濡れてるわ。これルガードの黒で合わせてみるか。こんな感じですね。今まあ考えてるのは、その今まで M5 に持たせていた役割をそのままね、このミニ6に引き継ごうかどうかっていうのも考えています。ただな、 M5 の応戦は M5 の応戦で可愛いんだよね、この丸っこいフォルムで。いろんな機能を持たせようとしてくるとさ、多分この13じゃちょっと足りなくなってくるんですよね。なんでね、これからそのミニ6のね、動向がどうなっていくのか私にもわからないんですが、何せね、飽き性だからさ、すぐ変えちゃうんだよね。まあ飽き性なのと、あとまあシステム手帳はさ、そうやって気分によってコロコロデザイン変えられるので、ノートだとこうはいかないじゃないですか。やっぱり一冊さ、なんか結構お高いの使っちゃう、買っちゃうとさ、もうそれ使わなきゃってなるけど、システム手帳ってこうやってジャケットをさ、変えられるので、めちゃくちゃ便利なんですよね。これどうしようかな、ゴムバンドつける？いや、でもな、ゴムバンドつけたらこの、なんか、このチェストの独特のデザインの、この四隅の金具が、ね、ちょっと、なんか目立たなくなりそうだし。で、一応リフィルもね、なんか入れようかなと思って、ドットリーフとか、あとこれはリス仕様の、ジョッターサイズのリフィルがほぼほぼミニ6に近いので、これをね、穴パンして使おうかと思ってたのと、あとプロッターのウィークリーもあるので使いたいのと、あとこれダビンチ、これは入らねえな。これは入らない。で、これは入れたでしょ。あとリーガルパッドメモとかフリーデイリーメモ入れようかなと思ったんですけれども、結構まあパンパンになってるので、そんな入れられないか。メモリフィル外すか。ちょっとだけ。このメモリフィルを外して、フリーデイリーメモを入れて、なんかやったこととかを書くかな。なんかもうこうやってるとさ、リフィルがいろいろね、枠に溜まっていっちゃうのよね。まあ、とりあえずね、実験的に入れてみましょう。ただまあさ、たまにさ、そのバイブルサイズとか書いてると、こんなにいらねえなっていう時はあるんですよ、その筆記面積自体ね。対してさ、なんか一言ぐらいのメモとか書きたい時とかもあるじゃないですか。だからちょろちょろっと書いてさ、結構空白があると、なんだかなって思うので、まあそういう時ね、ミニ6とか M5 とかのサイズ感がいいなぁとは思うんだけれどもね、今はね、よいしょ。じゃあまあこんな感じで、とりあえず今ルガードで合わせてみました。でこっちのペンホルダーの方もルガードなんで、あの磨けばね、すごいテッカテカになります。磨いたりとか、あと使い込んだりすればかなりテッカテカになります。ということでね、まあ、今日はまあとりあえずリフィルを入れてみようという回でございました。またね、この 13mm でちょっと足りなくなってきたら、ちょっと、まあ、他のね、システム手帳にね、移行するかもしれないですね。まあ、今のところ、やっぱり、使い勝手が良かったものってなると、やっぱり、ノックスの応戦のミニ6サイズ。で、ブレイリオかける長さのフラップ。で、それから、やっぱり19ミリのアービン2と、あと、アシュフォードのキュリオとか、そのあたりはね、本当に、使いやすいプラスデザインもね、ものすごく良かったんで、大体なんかミニ6の中で、なんかその手帳のね、手帳変えて、本体のジャケット変えたいなってなった時は、大体そのなんか5冊ぐらいの中でルーティンしてますね。あとはたまにそのロロマクラシックとかが入ってきたりします。ロロマさんもあれ13とかだったっけ？ 15 だったっけ？ちょっと忘れちゃったんですけれども、
まあ、その辺の、ね、デザインのやつはもう本当にね使いやすい&紙デザインなので、まあ、皆さんもねぜひぜひあのシステム手帳ミニ6何買おうかなって迷ったらね買ってみてください。私、ね、昨日ねこの中に入ってたリフィルがね2019年のリフィルが入ってたんですけど、その2019年のリフィルにはミニ6使い続けられるかどうかみたいな、そういうね悩みとかも書いてありました。その当時ね2019年当時は私 HB とかバイブルとかしか使ってなくって、ミニ6とかねまあ M5 なんかもともとなんかそんなね使えないと思ったからそこまで持ってなかったんだけど、ミニ6ってを使い始めた時かな、2019年っていうとまあどっぷりハマりましたよね。一時期ミニ6しか使ってなかったからね。なんでまあねいろんなねサイズがあるので試してみてください、まあ、とりあえずこのね今日はねこのルガードのねこのしっとりした皮ねほんと触らせてあげたいよ。これはマジですごいんだって。本当にまあ今となってはねあまり手に入らないんで、もしねもしかしたら店頭とかではねまだあるかもしれないです。それとりあえず銀座のさ伊東屋とかだったら前ねまだルガードのそのノートタイプあったのよ。なんでこれはちょっとノートタイプがあったらお迎えしそうな勢いです。今私はちょっとはもう改めてねこのルガードの皮をね触ったらめちゃくちゃいいですわ。なんでね皆さんもぜひぜひねそのルガードと、まあ、アシュフォードのレア品で言うともうルガードとプレスコットの革とかはもうね今後生産されない革になって、現状ある在庫でもう終了になっちゃうので、見かけた方はねあこれはレアな手帳のや手帳やみたいなことで、まあ、1回ねサンプルで展示されたら触ってみてください。ということで本日もね見てくださりありがとうございました。ではバイチャー。